さあ、行きますよ。こいつ、あいつだ。サイヤ人は一されたサイヤ人のためにも、そしてこのナメック星人のためにも、これをぶっ倒す。バン、くだらないことを。それっ、ほっほっ、こっちだフリーザー。ハエがまだ逃げずにいたくはいい。バン、バン、ちょっと脅してやるか。バン、どいつもこいつもこそこそと動き回りやがって、鬱陶しいハエどもが。なめるな、そら、僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。なあ、俺が行く。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。まだうろうろしていやがったのか、あのナメック星人め。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。なあ、無駄だ。よーい、手のせ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。バン、オラと代わり、ちょっと脅してやるか。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。なあ、ざまあみろ虫けらども。
さあ、行きますよ。これは怒っ。終わりだ、フリーザ。この星を消す。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。5分もあれば十分だ。貴様を倒し、仲間と共に地球から乗ってきた宇宙船で脱出する。残念だったな。希望が残されているのは俺の方だ。少なくとも貴様よりは大きな希望が。消えろ、フムを。覚悟はいい？僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。なあ、ちょっと脅してやるか。今度は死ぬかもね。ウォーミングアップはこれぐらいにして、そろそろその気になろうかな。俺の勝ちだ。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。おかげで俺は命拾いをしたがな。どうでもいい。貴様の命以外、貴様が貴様が最強なんだ。さあ、行きますよ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。殺しに来たって？僕たちを？何も知らんというのはいいものだな。知っているさ。
フリーザだろ。誤算だったな。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。ここにもいたということだ。何？さあ、行きますよ。何か用でも。お前たち殺しに来た。知っているさ、誤算だったな。何？
になったよ。くそ、時間稼ぎもできないなんて。この時を待っていましたよ。おめえ、フリーザか？そうですよ。あなたを殺すためによみがえり復讐に来たのです。光栄に思いなさい。さあ、行きますよ。孫悟空さん、ずいぶんと待ちましたよ。あなたに復讐するこの時をね。ベジータさんと一緒なのは少し意外でしたけどね。どうやら本当にフリーザのようだな。おめえどうやって生き返ったんだ？ドラゴンボールを使ったのさ。そうなんだろう。その通り。私は帰ってきたのですよ。あの忌々しい地獄から。知らねえよそんなこと。おめえが勝手に地球に来てトランクスに殺されちまったんじゃねえか。すべての始まりは孫悟空さん、あなたなんですよ。私はね、あなたに生きていられるのがどうしようもなく尺に触るんですよ。この前は正直油断をしてしまいましたから、今度は一気に最終形態になりますよ。
の様子じゃフリーザー、おめえかなり強くなってんな。その通りです。私は蘇ってからあなたと戦うために随分とトレーニングをしました。そんな努力初めてでしたよ。私ともあろうものが、おかげで自分の想像をはるかに超えた力を手に入れることができました。もしかしたらこのまま勝てっかもと思ったけんどよ、やっぱ無理みてえだな。お金で出すかな。この力、さあ次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。ではバカ正直なあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。それお見せしましょう、私のさらなる進化を。すげえ安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。やっぱおめえただもんじゃねえってことだな。根っからの悪人でなきゃいいライバルになれたってのによ。相変わらず私をイライラさせるような発言ですね。では私の復讐を始めましょうか。あれはビルス。なんだフリーザ、僕を呼び捨てにするとは君も偉くなったもんだね。ビルス、さあ選手交代だ。ここで見ていろ。思い知らせてやりましょう。そらそらバカじゃ。あなたには落ちていただきましょう。記録の底までね。やれやれ、あなたにお見せしましょう。そら地獄だ。覚悟しろ。あなたに温泉しましょう。そら舐めるな。あなたには落ちていただきましょう。記録の底までね。おのれ。貴様の時代はとっくに終わっているんだ。二度と蘇るんじゃないぞ。お前たちもね。さあ行きますよ。フィニッシュだ。これで落としてやる。
おやおや、誰かと思ったら孫悟飯さんじゃないですか。私を助けてくれたんですか。同じ第七宇宙の仲間ですから。いいんですか、私なんか助けても。今度は本当に裏切るかもしれませんよ。その時は僕がこの部部隊から落とします。いいでしょう、ひとまず共闘と行きましょうか。足手まといにはならないでくださいよ。ええ、分かっています。おい、ディスポ、僕たちが相手だ。一発当てたくらいで調子に乗り上がって、二人まとめて俺が落としてやるぜ。そんなことを言っていられるのも今のうちですよ。ほら、そら邪魔ですね。そら、やめるな。どうやつまらないですね。ヤスティス、恨みっこなしでお願いしますよ。やるな。そら、どうやつまらないですね。プライドトゥーパーズ、おさえだ。正義の力見せてやるぜ。ユナイテッドジャスティスストリーム、おつかめはめは。ああ、見たか、うん、見たな。本気を出させてもらいますよ。本気を出させてもらいますよ。安心してください、すぐ楽にして差し上げますよ。お父さん、まだ遊んでいるのですか。少々遊びすぎですよ。貴様、お忙しいところ失礼しますよ。さすがは正義の戦士様です。なかなか頑張りますね。ご立派ですよ。そろそろあなたの正義とやらを私にぶつけてみせてください。さようなら、正義の戦士様。やるなと、恨みっこなしでお願いしますよ。おのれ、おやおや、
さすがは正義の戦士様です。ですが随分と無様な姿ですね。ズタボロでまさしくゴミ。ゴミはゴミ箱へ、弱き正義は武部隊の外へ。この私が優しく落として差し上げますよ。おや、いらん。もう正義はいらん。覚悟は決めた。ほう、いいでしょう。見せてもらいましょうか、あなたの覚悟とやらを。派手な変身でも見せてくれるのかと思えば、そんな怖い顔をしてもどうにもなりませんよ。だといいが。試せばわかりますよ。おや、あれは。破壊。こいつを食らえ。ねえ、破壊って。いかに俺たち破壊神だけの力。覚悟を決めたトッポは破壊神と同じ。そう、破壊神トッポの誕生だ。何が破壊神ですか。このゴールデンフリーザには無意味ですよ。破壊の力などすでに経験済み、片手で十分ですよ。そうか、見えてるぞ。舐めるな。あなたには落ちていただきましょう。地獄の底までね。この場で貴様を破壊するのはたやすいが、それでは失格となる。ゴミはゴミ箱に。だったかな。言ったでしょ、どんなに苦痛に身をよじろうと恨み。時間切れになる。さっさと奴らを落とせ。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。無駄なことを。もう戦えない者を武部隊にあげるなら、お前たちお得意の信頼とでも言うのか。信頼？何が言いたいのですか。俺に二度も手を下させるな。あなたが手を下す心配などなさらず結構。あなたは再び敗北を味わうことになるでしょう、この私にね。おや、お得意のポーカーフェイスはどうしたんです。黙れ。一度砕かれた強さとは実に脆いものですね。あなたの心の悲鳴が聞こえてくるようですよ。弱い自分には戻りたくないってね。いや、あたたた。
あなたには落ちていただきましょう。地獄の底までね。まさかこの私がゴールデンの状態が維持できないと。すまなかったな、タイトは任せっぱなしになっちまってよ。あなたも後ろに下がっていてはいかがですか。ウィザー、俺たち全員とっくに限界を超えちまってんだ。3人が協力して立ち、私を生き返らせるという約束覚えているでしょうね。フリーザ、覚えているのかと聞いてるんだ。おめえが約束破らねえ限り、俺は約束を守る。それはおめえが一番よく分かってんじゃねえのか。あなたのそういう甘いところにはヘドが出ますが、今だけは感謝して差し上げますよ。二人とも仲直りは済んだか。死んでも治りませんよ。はぁ、あ、私を投げ飛ばしなさい。投げた。いいんですか？私は悪事をやめるつもりはありませんよ。そん時はオラが倒すさ。さてどうなりますかね。Thank you.